アイドルグループ乃木坂46のアンダーメンバーが27日神奈川ピアアリーナ MM で乃木坂4634トン HSG アンダーライブ最終公演を開催した。5期生の小川彩が今年の目標を今を大切に生きると発表した。同ライブは33枚目シングルモノポリー12月6日発売のアンダー楽曲思い出が止まらなくなるの参加メンバーである伊藤リリキョウ、岡本ひな、小川、奥田色は、坂口珠美、佐藤楓、佐藤明香、清宮玲、中西アルノ、中村玲の、林瑠奈、松尾美優、薬房美和、吉田彩乃クリスティの14人が登場した。